デザイナーが作った印刷店、プリンティの石井です。今回はお電話をいただき、えー、その後にですね、えー、12本の DVD ディスクとお手紙が、えー、プリンティに届きました。ちょっとお手紙をご紹介させていただきます。はじめまして、こんにちは。本日電話させていただいた N です。古いパナソニックの DVD DVD レコーダーでダビングをして新しい東芝の DVD レコーダーで再生をやったらテレビ画面にディスクをチェックしてくださいの表示が出て再生することができないので修理をよろしくお願いいたします、えー、こういう手紙とともにですね12倍の DVD のディスクを送っていただきました、えー、まあ この状況を見るとですね、えー、プリンティー、まあ僕らの考え方としては、えー、ファイナライズされてない、えーそ、そういった状況じゃないかと推察しました、えー。こういうことってよくあるんじゃないですか。えー、まあ,あ、いろいろですね、えー、DVD をレコーダーでですね、えー、作っていって、えー、見ることができると。 ということで安心なさっていたんですけどもある日突然 DVD レコーダーをが壊れてしまったので新しいのに買い替えたあるいはですね、えー、新しいのに買い替えて古いのを、えーまあ、捨ててしまったとかこういう場合もありますね、えー、ビデオカメラ、えー、DVD が、えー、装着できるビデオカメラで、えー、撮ってて、えー ある日やっぱりビデオカメラが壊れてしまって、えー、他の、ね、レコーダーやプレイヤーで DVD レコーダープレイヤーで見ようと思ったけど見れなかったとこういうことの、えー、原因はほとんどの場合ですね、えー、ファイナライズしていないためにですね機器を変えたら見れなくなったというようなトラブルですねこういうトラブルって結構あるんじゃないでしょうか 特にこうどん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 こうあ今あ機機も変わってきますよね新しい、えー、昔 DVD レコーダープレイヤーだったものが今やだん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 もうほとんどの方はブルーレイのレコーダーや、えー、プレイヤーになってしまうので、えー、前のを捨ててしまうっていうようなことなんかも多々、えー、あるためにですね、えー、久しぶりに奥から、えー、出して引っ張り出して見ようと思ったら 見れなくなくっってしまったとこういうトラブルが結構あるんじゃないかと思うんですね、えー、今回の場合もそういうことでですね、えー、まあプリンティでファイナライズして差し上げたんですけども、えー、12本中ですね、えー、10本は成功したんですけど2本だけはですねどうもファイナライズだけの問題ではないみたいなので、えー、うまくう 再生できるようなディスクにすることはできなかったんですけど十本に関してはファイナライズをして、えー、完全に見れるようになりました、えー、DVD っていうものはですね、えー、そのブルーレイ皆さんが今ブルーレイなんかはそんなに問題はないファイナライズっていう概念がないんですけれどもあんまりですね、えー、ブルーレイっていうものと DVD の違いはですね DVD はファイナライズしないとですね本当、えー その作った機器以外のものでは見れなくなってしまうというようなことが頻繁に起こりますこれがまあ一つの特徴ですねですからこのファイナライズの問題っていうのは非常に DVD にとっては重要なんですねそこでですねもしファイナライズしてない未ファイナライズのものまあ結局ファイナライズっていうのはですね一つの DVD ディスクをですね まあどん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 えと動画を入れてってえその入れてったまでの状態ですねこれを一つのディスクに完成する作業っていうのがどうしても必要一つのまあどっからも読み込めるような動画は入っているが読み込めるまでのこう完成度がないということなんですねですからえそこのところなんですよねで プリンティーではこのファイナライズをする方法はですねえこういう方法をやってます。リード DVD というソフトウェアでですねファイナライズされてないものを読み込んでですねまあパソコンにリード DVD というソフトを入れてですねファイナライズされてないディスクをえ入れてそれでですね中のえ動画ファイルをお 引っ張り出しますパソコンの方にですね全部読み込んでそれを確認してもしですね、えー、ファイナライズできる機器ですね、えー、プリンティーにはパナソニックと、えー、東芝の、あのー、レコーダーがありますのでまあうまくいけばですねそこに入れてファイナライズができる場合もあるわけですねでできる場合はそこでファイナライズします。 でそれでできない場合プリンティーの機器ではできない場合は、えー、読み込んだ動画をですね今度は、えー、DVD に焼くソフトでですね DVD に焼いて一つの,の他の機器でも見れるような DVD を作り直して差し上げるという、まあ、あいわゆる2つの方法ですね、えー、まず、えー、とりあえず必ず、えー、読み込みます。 動画を。で、まあ、ほとんどの動画は読み込めます。ファイナライズされてなくてもですね、リード DVD というソフトウェアで読み込めます。読み込めないものもあるかもしれませんけど、読み込めるものに関しては読み込んで、そしてレコーダーでファイナライズできるものはファイナライズしますし、一応ですね、リード DVD というものにもファイナライズの機能がありますので、ファイナライズを そこでする場合もありますでもほとんどとリード DVD でファイナライズするのではなくて、えー、まあ、対応する機器で、えー、ファイナライズするかあるいは新しくその読み込んだあー動画を、えー、DVD に書き込むというような方法で対応しておりますまあえー、全部が全部できるということはないとは思うんですけれどもできるものに関してはこのようにして 見見れれなかった dvd D をるるようにしし、えー、してて修復差し上げるとこのようなことはですね皆さんもリード DVD D というようなソフトウェアを手に入れて、えー、やることもできますしまた、えー、皆さんの方でできなければ、えー、プリンティーに持ち込んでいただければもちろん、えー、やらさせていただきます、えー、何か困ったことがありましたらぜひご依頼ください。えー ご視聴ありがとうございました。それでは。